はい、こんにちは、こんばんは、はじめまして、リーナです。はい、今日はですね、今ここにはないんですけど、はい、久々にですね、まあコロナが流行っているということで、流行ってるって言うとあれですね、コロナウイルスが広がってしまったということで、結構ね、休みの日とか、外食することが私多いんですけど、今外食ができないので、はい、まあほぼね、うちに引きこもってるみたいな状態なんですけど、久々に出前を、はい、さっきというかこの前しまして、で、それが美味しかったので、はい、ちょっと紹介したいなと思います。はい。今回紹介するのは、スカイラークグループのガストの宅配サービスですね。はい、ガストの出前を注文しました。はい。でね、ここに私がずっと気になってた商品があって、はい、それがね、やっと食べれてすごい嬉しいなと思ったんですけど、まあ、それが、自家製ローストチキンっていうね、やつなんですけど、1300円ですね。だいたいこれぐらいの大きさのやつがあるんですけど、はい、これが、まあ、クリスマスとかでよく食べるようなやつなんですけど、それがもう何にも関係ない時に食べれるっていう、はい、まあね、出前なんでやっぱちょっと高いんですけど、まあ、外食するって考えたらまあいいんじゃないかなみたいな感じだと個人的に思いました。はい、ということでね、自家製ローストチキンがこんな感じでした。ね、めちゃくちゃ美味しそうですよね。食べてみたら、結構ちょっと、まあ味もうちょっと、なんだろう、個人的には切って、で、肉汁がチンすると出てくるので、で、チンして切って、で、肉汁にある程度つけてから食べた方が味がより染み込んで美味しくいただけたかなと思いました。もう本当に、でも味がちゃんと染み込んでたら、もうすごい、もうものすごく美味しい。ものすごくって言うとね、大げさかもしれないんですけど、個人的には結構美味しかったです。はい、で、今ね、ちょっとスマホを見ながら思い出してるんですけど、はい、で、そうですね、家族が食べたものが、カキフライ彩り弁当、こちらがね、990円ですね。はい、こちらが、カキフライ彩り弁当がこんな感じです。はい、ということで、こちらは食べてないんですけど、はい、まあ、見た感じ結構ね、牡蠣も入ってて、サラダにもエビが入ってて、なんか野菜とかがあんま好きじゃない、食べれないとかいう人でも食べれそうな感じなのかなと思いつつ、まあ私、そうですね、ここに載ってる範囲の野菜は大体好きなので、嫌いな人がどう思うか分かんないですけど、牡蠣フライとかも好きなので、はい、まあそのうち機会があれば食べてみたいなと思います。はい、で、もう一つが、豚生姜焼き、豚生姜焼き彩り弁当、こちらも990円ですね。はい、ということで、豚生姜焼き彩り弁当がこんな感じでした。はい、ということでね、はい、こちらが豚生姜焼き彩り弁当ということで、はい、私もね、肉が、はい、うちあまり肉がね、食べれない
食べる機会がないんですけど、なんでね、もうそれがそれの反動なのか分かんないんですけど、私めちゃくちゃ肉が好きで、もうなんか何食べ、なんか好きなもの何でも食べていいよって言われると絶対肉料理って言っちゃうぐらい肉好きなんですけど、で生姜焼きもめっちゃ好きなので、これもそうですね、カキフライも好きなんですけど生姜焼きも好きなので、これも機会があったら食べてみたいなと思います。はい、ということでね、で私が今回メインで食べたいなと思った商品が、エビと山芋オクラのネバトロサラダうどんっていう商品なんですけど、これが890円ですね。はい、ということでね、エビと山芋オクラのエビと山芋オクラのネバトロサラダうどんがこんな感じでした。はい、ということでね、はい、でガストのサラダうどん、もう子供の時からめっちゃ好きで、なんか結構あれば注文してた気がしますね。なんか小学生とかガストなんか親とね行ったりとかした時に結構な確率で、はい、これ食べてた気がします。ガストだと600円ぐらい、はい、店で食べると600円ぐらいなんですけど、なんでちょっと高めになっちゃうんですけど、まあ、それでも久々に、はい、食べれて、なんかあこんな味だったなみたいな、久々に食べたんですけど、ガスト自体にそんな最近行かなくなっちゃったんですけど、久々にね食べて、あこんな味だったな、美味しい、やっぱ美味しいなって思いながら、はい、食べました。はい、ということで、今回は、まあ、今流行してしまっているコロナウイルスということでね、それにまあなんていうか、少しでもちょっと家にいるんだけどちょっと楽しい雰囲気を味わいたいなと思って出前を撮ってみたという動画でした。はい、まあそうですね、結構おすすめな商品というか美味しそうな商品多かったし、あとガストの味をそのままうちで食べれるっていうとてもいいサービスだと感じたので、皆様もぜひぜひ、注文してみてはいかがでしょうか。ということで、今日の動画こんな感じで終わりたいなと思います。最後まで見ていただきましてありがとうございます。この動画がもしもいいなと思ってくださった方はチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それでは以上りなでした。さよなら。